どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、今日大晦日です。2023年1年間どうも皆さん、ガズレレ YouTube チャンネル、ご活用いただきましてですね、というかまあ一緒に楽しんでいただいてですね、本当にありがとうございます。最高の1年になりました。いやということでですね、今日はですね、まあ1年の一番最後の日ということなんで、2023年をもうまとめちゃおうということで、ランキング2023年ランキングガズレレのね、発表していこうと思うんですけれど、これガズレレって結構歴史が長いじゃないですか。で、過去のね、動画もどんどんランクインしてるんですけど、今回のランキングはちょっとね、まず最初に、前期間のランキングをバッと見た後で、2027年に公開した動画の、ベスト10をお届けしていこうかなと思います。その他にも、ガズが今年あった、大事なニュースをですね、ガズレレでやった大事なニュースをちょっとシェアしていきたいなというふうに思うんですけれどもですね。はい。早速ですけども、どんどんちょっと今日はね、いつもここで編集してるんですよ、ガズさん。あとラジオもね、ガズラジっていうのやってるんですよね。知ってますか、ガズラジ。今日もやったんですけど、ガズラジの方でも今年1年を振り返ってるんで、ぜひ聞いてください。ガズラジの URL 概要欄に貼っとくんでね、誰でも聞けるラジオ配信です。毎朝、やってるんですけど、365日、2023年はラジオ配信しましたよ。朝7時半から。すごいことですよね、これ。はい。そんなわけで、まあ、スタートしていきます。まずですね、これまでのチャンネル、ガズレレ YouTube チャンネル、結構歴史長いですけど、何回再生されたか。さっきのね、今日12月23日の10時15分ぐらいの、午前10時15分ぐらいの時点で、6,533,9,388回の方、じゃないや、に、もう再生されました。6500万回再生です。すごいですね。で、じゃあ、今年1年間、365日にチャンネル視聴回数は、ちょっと待って、1、10、100、1000万、10万、100万、744万583回だそうです。700万回とか。6,533万回とか、もう見たことない、そんな数字。いや、嬉しいですね。その方、そのぐらい皆さん見ていただいたということなんでございますけれどもですね。さあ、それではね、まず最初にですね、全期間のトップ10を、全期間っていうのはガズレレ YouTube も10年ぐらいやってますけど、そのね、ランキングです。もう全てのランキングですね。はい。まず、第1位はもちろんね、これ今リスト5位まで、もうここに出しときますけど、第1位は永久保存版ウクレレ始めたい人が最初に見る動画。もうこれなんですよ、ダントツ。これね、これだけで24万回再生されてます。24万1000回。はい。これが第1位。当然ですよね。みんなここから全て始まるわけですから。で、第2位が、おすすめの名曲、コード4つでできるおすすめの名曲ということで。はい。で、第3位が、ウクレレ初心者が2番目に見るレッスン動画。はい。これはもう、2番目、3番目はこれ、そうなりますよね。これ1番からです。すると、おすすめの名曲、コード4つでできるっていうのはすごいですね。はい。で、第5位が、なんと、糸なんですね。中島みゆきさんの糸でございます。こういうね、今までの、歴代ベスト5。じゃあ、6位はどうだかという。これです、ドン。マリーゴールドです。あいみょんの。これが5万1000回か。はい。で、その後、ルージュの伝言。次、ガズレレ必須コード完全解説がここに入ってくるな。第8位。で、9位が愛の花ですね。あいみょんさん。で、10位が花水木ということでございます。このね、ベスト10です。これは過去すべての、ランキングなんですよね。なんで、こんな感じですけど、やっぱ上位を占めるのは、やっぱりその入門の、なんていうのかな、この、プログラムですよね。ガズさんで、こう、最初始めるよって言ってくださった方多いんですけど、この動画からやっぱ始まって。嬉しいことでございます。まあ、これはもう予想通りかなということですけどね。さあ、今日取り上げたいのはこのね、2023年今年のベスト10です。いや、皆さん予想してみてください。じゃあ下から行きましょうか。下からって言ったって、あれなんですよ。1万回、1万、10位、1位から10位まで、1万回以上でした、みんな。すごいですね。ありがとうございます。まずですね、同列1万回っていうのがあります。言っていきますとですね、牧原紀之さんのトークトークと、あと、ちいかわ一人ごつ、ダンシングオールナイト、モンター&ブラザーズさんの、これはね、アーカイブアップですね。あとね、これが面白い。ウクレレ演奏前にちょこっと入れるとめちゃかっこいい裏技っていうのがあるんですね。これが1万再生ぐらいで、同列10位でございます。はい。
すごいですね皆さん、なんかやってみたのありますか。なんかこれも不思議なもんで、一人ごつなんてこうなんか結構検討してるんだなと思ってですね、いろいろ面白い。あとこれウクレレ演奏前にちょっと入れるめっちゃかっこいいやつっていうのはね、こんな感じですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、今のじゃパッカ、こういうやつです。あれがですね案外みんな気になっているということで、よくあのいい動画になってますからね。はい、じゃあどんどんいきましょう。次はですね、9位、 1.1 万回アリスのチャンピオンでございました。おめでとうございます。というかやっぱアリスとやっぱ谷村新司さん効果がね、やっぱ今年はあのすごかったですね。効果といいますか、まあやっぱ谷村新司さんってすごいんだなと思いました。まああのね、今も天国の向こうからですね、皆さんにこう音楽をまだねあのこう継続して楽しむことをねあの見届けてくれてると思うんですけど、まあ、そういうわけでですね第9位はアリスでございます。チャンピオンいいですね。はい、その次、次同列8位が2つあります。はい、こちらです。ドン、沢田研二さんのカサブランカダンティと、スピッツの美しいヒレが 1.2 万回で、これは8位ですね。8位だ。いやー、このね、ギャップですね。スピッツ、美しいヒレは、これはね、あの、スピッツさんの久しぶりに、こう、なんか、グッとくる、すげえ曲出てきたなということで、まあ、皆さんにも見てもらって、まあ、ガズさんもこの曲すごく好きだったです。やっぱりね、沢田研二さんが最近なんか熱いんですよね。なんか、沢田研二さんって今年のね、2023年の後半に結構ね、取り上げていたんですけど、結構すごいんですよ、他も。はい。今のは8位でございます。はい、じゃあ続きましてどんどんいきますよ。今日でこれ次ね、次はね7位がね 3曲入ってます。まず YOASOBI のアイドルサビだけです。このアイドルっていう曲ね、 YOASOBI のもうめちゃくちゃ難しいんですよ。なんでサビだけやりました。でもサビだけでももう超悶絶クラスですから、今からでもやってみてください。はいはい。で、あ、そうだ、ちなみに今言ってるランキングのやつね、概要欄に全部レッスン動画の URL 貼ってますから、すぐ飛べるようになってますからね。はい、そして糸、中島みゆきさんの糸なんですけど、これ驚くことに夫婦でセッションバージョンだったんです。夫婦でセッションでここまで再生されるのはちょっと驚きましたけど、 1.3 万回ということでございまして、はいはい。そしてあと沢田研二さんのストリッパーです。ストリッパーなんてちなみについ最近やったやつですから、だからかなりこれはつい最近のもう ラストスパートで来てる。1年間って結構期間長いですからね。それなのについ最近やった、ストリッパー入っているというか、ちょっとびっくりしましたけどですね。はい。じゃあ行きましょう。今これ何位だっけな、ちょっとわかんなくなっちゃった。これが10位でしょ。9位、8位、今7位だったんだな。じゃあ次、これが6だから、ちょっと書いとこう。わかんなくなっちゃった。6位がですね、1.5 万回で、愛は勝つ、カンさんです。カンさんもですね、もう今やあちらから僕たちにこう音楽をする僕たちに微笑みを与えてくださってるということなんですけど、ちょっとね残念なニュースがまあ本当に多かったなというふうに思うんですけど、で音楽っていうのはねもう本当にずっとね、歌い継がれて聞き継がれていくものなんで素晴らしいなと思いましたけど、はい。6位は愛は勝つ菅さんでございました。はい。じゃあ次はですね、5位がね3曲入ってます。はい、こちら、これが面白いことになってるんですね。冬の稲妻アリスさんと、遠くで聞き敵を聞きながら、こっちのもアリスさんで、勝手に仕上がれ、こっちも夫婦でセッションの勝手に仕上がれなんですよ、沢田研二さんの。はい。まあ、ここでも分かるように、やっぱり、まあ、アリスってことは、やっぱ谷村新司さんの、やっぱり、エネルギーも結構あったのかなと思うんですけれどもですね。まあ、冬の稲妻は、まあ、今冬ですからね。まあ、でも1年ランキングだから、今の話してもあれか。ということで、この3曲が、5位にランクインですね。はい。さあ、どんどん行きましょう。次はですね、第3位の発表です、皆さん。でけ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 ドーン、いい日旅立ち、山口百恵さんの名曲ですけど、23,000回、これやっぱ何を隠そう、谷村新司さんのね、曲でございましてですね、まあ、この辺もね、感慨深いな。なんかこの曲のタイトルとね、なんかこの谷村新司さんのね、まあ、新たな旅立ちをなさったのかな、まあ、いろいろちょっと深いですけど、皆さん今もう一度やってみて、概要欄にねレッスン動画の URL 貼ってますからね。はい、そしたらどんどんいきましょう。第2位ドン、スバルでございます。やっぱり谷村新司さんがもう2023年はですね駆け巡っております、ガズレレの中では。まあ、そんだけやっぱり影響力というか、まあ、素晴らしい曲だもんね、スバルでございます。はい。そして
いよいよ発表する時が来ました。第1位の発表です。2023年ですよ。2023年の第1位はこちらです。ドーン、あいみょんの愛の花。あいみょん、やっぱりあいみょんありましたね。これは連続朝のね、 NHK 朝ドラのね、テーマソングということですけど、ゆったりした三拍子の曲で、これはねもうガズレレ仲間ともいっぱい弾きましたね、これ。はい、というようなことになったんですよ。いかがだったでしょうか。まあまあこうやってずらっと見てみるとですね、やっぱりまあでも古い曲ばっかりかなと思ったらそうでもなくてね、やっぱり夜遊びだとかスピッツの新しい曲とか、ちいかわのね一人ごつとか、まあ、入っているなというふうに思うんですけど、やっぱり往年の名曲っていうのはやっぱ不滅だなと思いましたね。はい、まあそんなことなんです。まあでもただしですよ、これは2023年にアップロードされた曲限定ですからね。あとやっぱりアーカイブアップって言って過去の動画もう一回アップロードされてるのもまあここに入っているということなんですけど、でもねちょっとここで声を大にして言いたいのはね、9000何回っていう曲がもうめちゃくちゃ多かったんですよ。だからまあみんな要はニューエイジのアーティストたちもかなり見られてます、いろいろなものが。なんでまあまあ大体ね、もうガズレレのレッスン動画多分2000曲軽く超えてるんですよ。皆さんこの曲あるかなと思ったら、曲名スペースガズレレで YouTube で検索してもらったら結構出てくるとは、まあ、思うんですけどね。とはいってもまだまだ世の中の曲 ほとんどやってないわけですから、これからも引き続きお楽しみにしておいてくださいということなんですけど、さあ最後はねちょっとおまけで、今年あったちょっとガズレレにとって、ガズレにとってすごくビッグな面白かったことなんですけど、まずね今年すごいんですよ。2023年はなんとガズさん本をですね4冊も出版しておりました。覚えてますか。まず最初これです、ドン。はい、子供と歌おう簡単ウクレレソングブック、これ童謡とかキッズと一緒に歌えるやつ。どんな色が好きとか、ここ見るとすごいですよ。ジブリの曲とかアニメソングもいっぱいある。 アンパンマンとか、もう残響参加、鬼滅の刃とかさ、ホムラとか、ウィーアー、ポケモンとか、もうワンピースとかいっぱいあります。あとはもうテレビで歌われてて、ボヨヨン教室、ボヨヨンとか、なんかもういろいろ、これはすごく良かったですね。これずっとこれは子供さんが生まれる方にプレゼントして欲しかったりとか、まあもちろんね家族でね、赤ちゃん生まれた方にこれお届けしたいなと思うし、例えば甥っ子だとか孫ができた方、ぜひこの本プレゼントするのいかがでしょうか。子供とずっと歌えますよ、これ。100曲入りです。はい、はい、そして、その後、春が終わった後ぐらいに出たのがこのソングブック5です。オレンジ色の、これもねまあいい本でございまして、もう当然ながら名曲100曲入りでいい感じのですね、シリーズものの第5弾ということですけれどもですね、はい、これが7月だったっけな、7月ぐらいにリリースされたというふうに思います。はい、そしてあと、はい、出たばっかりのこちらですね。はい、これはかつて出していた1と2がハンディバイン1になって、かつて出していた3と4が、このピンク色のハンディバインになって、つい最近12月22日にリリースされました。こちらもねこの青い本はね Amazon でベストセラーも今も頂戴してます。ぜひ本当に大好評でありがとうございます。このね他にもねこういう本がいっぱい、まあガズレレの本いっぱい、楽譜の本出てるんですけど、ぜひ皆さん Amazon とか楽天ブックスでねレビューを書いてくれると嬉しいんですよね。それを見てね、まだねガズレレ知らない方が、へ、こんなのあるんだ、買ってみようかなって笑顔が生まれる。やっぱガズレレの一番の目標は笑顔が広がる。この世の中にね音楽で笑顔になる人が増えるのが目標でございますから、腕自慢とか力比べとかコンテストに出る音楽じゃなくて、本当にこう心にこうポッとこう心ホットになるんです。そんな音楽のあり方、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとね、まあ今年これがでかかったですね。はい、これバタヤンです。桑畑理恵さんとのコラボ、こういうのすごい嬉しいですね。桑畑理恵さんガズレレやっているよという話を聞きつけても、一目散にコラボして、まあ一応シリーズ化ということなんで、また次の動画もお待ちしてくださいということなんですけど、はい、概要欄にこっちもねリンク貼っておきますからよろしくお願いします。あと2023年はですね、ガズさんのオリジナル曲をリリースしました。はい、歩くという曲なんですけど、こちらぜひ見てください。すごい私の思いが詰まった、素晴らしいいい曲になってます。これね例えばAmazon Musicとか、あとAmazon プライムに入ってる方とか Spotify とか、そういう方ね聴けるようになってますから、はい、ぜひ歩くガズでちょっと検索してみてください。これミュージックビデオもガズレレ YouTube に上がってます。これ概要欄に貼っておきますからね。あとはですね今年やっぱ一番何気にいいなと思ったのは、この3分リズムレッスントレーニングです。
これめちゃくちゃ勉強になりますからね、再生リスト概要欄に貼っておくんですけど、一つのリズムをコードを変えながら3分間ずっとメトロノームに合わせて、こうなんていうのかな、心の選択みたいなリズムトレーニングがあるんですよ。すごくこう無になれるね、すごい1日1個どれかをやるとものすごいリズム感が伸びるよということで、結構ハマってくださる方が多くてですね、なんか1日1回どれかをやって、こう何かこう整えて1日のバランスを整える、そんなのにもつながってくるかなということをやってるうちにリズム感がめちゃアップできるというね、すごいことになってるというぞということで、まあ今年のね2023年はこんなことがですね あったんですけども、でも自分でも1年間ね、多分今年1年で500動画ぐらい上がってるんですよだから1日2個ぐらいはね、あんまり上がったりとかしてて、まあライブ配信やったりいろいろあるんで、ね、まあ、他にも面白いコンテンツがあるんだけど、まあ、とてもじゃないけどこの時点では紹介しきれないよということで、まあ本当1個の指針である、その再生回数ってことで今日ランキングみたいな感じでお届け、させていただいてるんですけど、とはいえですね、やっぱりこのランキングとかね、何回とかそういうのはまあ一回置いといて、やっぱさっきも言ったけど音楽を聞くからやるに変えていく、やると何が起こるかというと、まあ、楽しいなという感じ、音楽を聴いているだけでは分からなかった時の新しい景色が見える、でやっぱり夢中になるというか、もうやっぱり楽しいと思うんですよね。やっぱり、人生って楽しい時間が多い方がいいし、楽しい人が増えるのも僕はすごい大好きなんで、このガズレレという活動はですね、まあもう本当に笑顔増やし活動だというふうに思っているんですね。なんで皆さんもぜひガズレレで面白いなと思った方、周りの方にぜひお勧めいただいて、もうどんどん教えてあげてください。ちなみにさっき紹介したガズラジで、紹介しているんですけど、ウクレレを教える人、ウクレレを教えるときにすごく役立つよということをガズラジでですね、ご案内してますんで、それもちょっと概要欄に貼っときますけど、誰かに教えるときにちょっと気をつけた方がいいよということもね、ガズラジの方でちょっといい話したなと思った。まあそんな話もね、来年またガズレレ YouTube の方でも改めてやっていこうと思うんですけど、とにかくもう山盛りの一年でございました。けれどもですね、やっぱり何て言うんだろう。一番いいのって、こんなすごいことがあります。例えば本が出版されましたとか、こんな風に再生されましたとか、イベントやって、あ、そうだ、言い忘れてた、2023年はイベントもたくさん、開催できてですね、皆さんにねリアルで会えて、これも忘れちゃいけない、これ言い忘れてた、これもうすごい大事なことだったんですけど、まあ今のようなイベントで盛り上がったりするのってすごく幸せで豊かで、もう本当相当ハッピーなんですけど、でもねそういうのってね一瞬のことなんですよね。でも本当に豊かだなと思えるっていうことは、何でもない当たり前の本当に普通の日にポップで輝いてて楽しい、これが本当に豊かだと思いますね。だってすごい楽しいこととかすごいいいことがあって、それ以外の時はつまんないんじゃやっぱり面白くないもんね。やっぱ何でもない当たり前の日がどれだけこう面白く豊かに感じられるか、そんな時にいいのがガズレレだと思います。そうするとやっぱ今言ったように、そういう方が増えていくと結果ですね、いい地域になる、いい街になる、いい家族になる、まあそんなような感じで、やっぱりいいことづくめだなというふうに思うからこそ、ガズもですねもう張り切ってもやっぱり、ガズレレという活動がもう楽しくできるわけですよね。なんでまあぜひ皆さんもそういうそのシェアをですねしていただけると、楽しいことやっぱシェアすると笑顔が増えてやっぱり楽しいと思うし、楽しくですねその、広がっていくこの光景を見るっていうのはすごいねいいんですよ。それこそがもう最高でした。今年もですね、今年ね、そういえば思い出した、23年の1月1日にチャンネル登録18万名様突破だったんですよ。もう今でも忘れません。元旦にかと思ったのをよく覚えてます。で、片や今何名かというと、19万3400人ってことは、今年1年で1万3400人の方がチャンネル登録をしてくださいました。広がっております。じわ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 ゆっくりですけれども、この音楽でやる笑顔の輪が広がっております。そんな一年、皆さんありがとうございました。今日年越しということなんですけれどもですね、ちょっと一年間振り返ってみましたけれども、まあ、振り返ってるのは今日だけ。もうどんどん次の面白いことに向けて進んでいきます。はい。一年間どうも本当にありがとうございました。またガズレレ YouTube チャンネル、よろしくお願いします。良いお年を。バイバイ。